この動画は、ご覧のスポンサーでお送りするにょん。回転革命 RPG、モンスタードライブレボリューション。ということで、今回は1月22日に晴れて iOS でも公開された、こちらのゲームを公式最速レビューしていくぜ。ちなみに、すでに Android 版はリリース済みで、ウプ主はそちらでもプレイ済みなので、この動画を見て始める人がスムーズにこのゲームを進めれるよう、バッチリサポートしていくので、ぜひ見ながら一緒にプレイしてください。ということで、早速始めていくぜ。ということで、画面を左へどっこ一緒。ちなみに、パソコンで見てくれてる人は、右上の提供ロゴから公式サイトへアクセスできるようにしておいたんだぜ。さて、まあチュートリアルなんで、モンドラのプロ、霊夢さんがバシッとささっと決めてやりましょう。モンドラの攻撃の基本は、ルーレットの目押しだ。ドライブにセットされた攻撃を、ルーレットを止めて選ぶんですよね。おい、なんで全体攻撃選んだ。まあチュートリアルですし、基本、一体の敵にはもちろん大攻撃が有効だ。いやだからなんで攻撃なんだ。いやいや、まあチュートリアルですから、もちろん、攻撃に属性が存在して、今の相手は炎タイプだから、霊夢がミスった通常攻撃でも、水タイプのモンスターで大ダメージが出せたんだぜ。ふむ。つまり今の攻撃が効かなかったのは草タイプの攻撃が炎に半減されたからであって、私が全体攻撃を選んだからではないと。だからどうして大攻撃選ばないんだよ。のっきならない大人の事情ですよ。お前さては目押し苦手だろ。そそんなことあらへんし、この華麗な大攻撃をご覧ください。そのモンスター全部の攻撃が大攻撃だからな。おっと、そんなことより敵が大量に出てきましたよ。今度こそ全体攻撃をバシッと決めて一気に決めるぞ。あのさ、はい。やる気あんの？いや、その目をしようとすると緊張で指が震えると申しますか。おじいちゃんか。一応女性設定だからそのツッコミはおかしい。いや、そこ突っ張るとこなの？てか、右側のテロップも緊張の下りがないからね。せっかく用意したのに。うん、ありがとね。大事なスペースだからね。て、お前は油断してたら何をミスっとんじゃ。やべえ、うちの iPhone 高性能すぎてかすっただけで反応しやがるぜ。もう、マジで外すなよ。ゲーム側までこれでとどめだって釘刺してきてっからな。じゃあ、来たこれ。なんでそんなキワキワなんだよ。演出。ですかね。チュートリアルにそんな演出いらないし、ドヤ顔すんな。むむ。危険な気配。まあ、これがいわゆるステージボスってやつだな。道中の敵とは強さが別次元だ。ふむ。どうやらモンドラのプロ、本気を見せる時が来たようですね。めっちゃタイミング測ってるのが伝わる回転数なんだが、ちょっと静かにしてください。実況動画なのに。よっしゃ、弱点属性の大攻撃決まった。これでも食らい上がれってね。ちょっと硬すぎない。だから強いって忠告したじゃん。そこでこれ、連携召喚技だ。ドライブの外周すべてを光らせることに成功すれば発動する超大技。ただし、すでに光っている場所にもう一度止めてしまった場合、その部分の全体は消滅してしまう。いや、私の会心の全体大攻撃がこのダメージって、珍しく適正攻撃したのにな。まあ、でもこれ連携召喚するにはミスもしないとってことですよね。厳密に言うと、ミス枠を最後に残しておけばそれがベストだが、まあ、ボスが強すぎて攻撃当ててもあの感じだからな。いよいよ連携召喚ですか。いいか、外すなよ。絶対だぞ。もうそういうふりするのやめてもらえます。ふりじゃないから、連携召喚しないと倒せないから。やばい、指が震える。あ、危ねえよ。よしよし。さあ、ここからが連携召喚だ。スキルの組み合わせ、コストで召喚されるモンスターが変わる。アンドロイド版でやった感じでは、これパーティーの属性も影響ありそうですね。とにかく連携召喚までこぎつければあとは大丈夫だ。ぐぬぬぬ。星にで止めれなかった。大丈夫だ。ミスさえしなければエネルギーは充填される。指が震えて当たっただけだけど、なんかいい感じだぞ。過程はともあれ、連携召喚成功だ。さあ、来るぞ。桁がおかしいんですけど。チュートリアル以降見かけないアマテラス様の貴重なシーンだ。すべてを焼き払う日輪の一撃。チュートリアルクリアするために草原一帯が焦土になりかねないんですが、それは草原と何か大事なものを失った対価としてダイヤを手に入れました。手に入れたらやることといえばもちろん、レッツガチャタイム。最速攻略だからな。リセマラとかできないからな。まみろメイブよ。すごく大人な事情で省略されたノルマ？ふふ。まさかこんな形で役に立つとは思いもしませんでしたよ。問題は肝心のガチャの結果なんだけどな。お、金エンブレム、星4以上確定。うおぉ、マジか、マジか、金エンブレムで星3確定、金エンブレムで星4以上確定なんだが、まさかマジで星5ヒットは思ってなかった。いや、なんか運営の優しさで星5確定のような気もしなくもない演出。
さて、ここからは初心者必見、キャラのレベルの上げ方だ。まあ、ルーレットがどんなに上手くても RPG な以上、レベルを上げないと勝てない敵が現れますからね。そこでこのベリー系モンスターの収穫クエストだ。モンスターはクエストに行くことで経験値を獲得し、それによりレベルを上げることもできるが、もっと手っ取り早い方法が、モンスターにモンスターを合成することだ。中でも、このベリー系のモンスターは非常に経験値が多くて、星4ぐらいのキャラならすぐレベルカンストしちゃうほど。というか、なんかやたらルーレットスムーズじゃないか。もちろんです。プロですから、お前まさか、やめて、バラさないで。ルーレットが絶望的に下手なウプ主みたいな奴のために、一応自動ルーレット機能もついてるんだぜ。まあベリーガリぐらいいいじゃないですか。この自動機能はサーチプレイモードでは使えないので、頼りすぎには注意なんだぜ。そして、このベリーレベル上げ、裏技ってほどじゃないんだが、普通行くのには、時間限定でゲリラ的に発生するクエストを運よく見つけるか、ベリーチケットというチケットを消費してクエストに行くことになるんだぜ。そのベリーチケットで行くクエストは、パーティーを組むのが必須なんだ。ふむ。なんだかこんな雑魚のベリー相手にパーティー組むとか、面倒ですねー。例えば、他の人のベリーチケットクエストに行けるとしたら、その手がありましたか。ということで、これは実際にウプ主のベリークエストチケットで、パーティーを募集した結果、速攻で4人集まったんだぜ。普通にパーティー募集枠に結構上がってくるので、頑張ればベリークエストに便乗できるはず。まあ、ただみんな行きたいから競争率は高めだな。時間限定のゲリラベリークエストに行くよりは簡単かも。ちなみに、100人までは初めてパーティーを組んだ人がいるたびに、ダイヤがもらえるキャンペーン中だ。大盤振る舞い、ということは、はい、パーティー組みまくってダイヤ50個集めてきました。10連続ガチャいけるじゃないっすか。通常のガチャには星3が出ることがあるが、10連ガチャは金エンブレムの星4以上が確定。ダイヤが大量にもらえる序盤は、10連できるまで貯めるのがおすすめだぜ。よっしゃ、行くぜ。ちなみに、ウプ主も10連を引くのは初めてなので、どんな感じになるのか。うひゃ、金エンブレムの連打ですよ。普通にガチャったら銀結構出るしな。でまあ、結果なんだが、星5はこいつ一体だけでした。ま、世の中そんなに甘くないっすよねー。だとすれば、最初のガチャで星5引けるのはめちゃくちゃでかいな。リセマラしてないので確定かどうかはわからないですけどね。他にも実は、紹介しきれていないドライブの機能、パーティプレイの魅力もあるんだが今回はこれぐらいで。あのドライブモードっていう、はちゃめちゃなモードは紹介したかったですけどね。あれは初めて見た時、爆笑したからな。ぜひ、自分たちでプレイするときに、なんじゃこや？ってなってほしいんだぜ。ということで、今回は iOS で新リリースのモンドラの紹介でした。動画詳細文に iOS、Android ともにダウンロード URL があるので、面白いと思ってくれた人はぜひダウンロードお願いします。意外とルーレットシビアだから、別に私が下手なわけじゃないから、ほんとそこんとこだけよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。